はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、今回は1週目から準備に準備を重ねてきた四天王イベントをね、やっていこうかなと思います。で、1週目でモンスターを増やせをクリアしていて、かつ2週目である程度進行度が進むと、なんと四天王が…みたいなコメントがありまして、2週目のね、後半にしてやっとその条件満たしましたので、まずはタイニーフェザーから会いに行ってみましょうか。この羽を触ると一体何が。よくやってくれた。タイニーフェザーは我が手に落ちた。我が手。お前には礼をくれてやろう。え、さ、ちょ待って、まがまがしい FF10 で見たみたいな。うーわ、戦闘ありますよね、これ。そういうことか。あー、音楽が熱い。そうか、四天王が乗っ取られるんだ。そしてイノーマスウィング、いや、乗っ取られたのか、むしろ変形している。あ、おお、そしてグレーの剣がやばい。え、グレーの剣、これが鬼神刀、金色に光り輝く。めっちゃかっこいいじゃん、これ。やってこう、やってこう、やってこう。何する、逆風の太刀。さあ、多分こちらは強いので、もうデバフとか一切いらない。火力で攻める、110、いい連携。逆風の倍、男も女もいけるぜ。そして総流派から、さらに総流派連携、総流派動強すぎる。ちょっと一旦 BP ためタイムをして、癒しセルバまで入れて、ちょっと防御固めながら BP を稼ぎ、次につなげよう。さあね、せっかく龍神覚えたんで、龍神打っていきましょうか。移動攻撃を全、中列チャージ入れて、さあ移動攻撃をつないでいけば、多分ジンが発動するんじゃないかな。いいシールド、さあ来い。あー、ジンは来ないか。敗者チャージ1400。いや、移動攻撃ってなんかいろんなジンにつながるし、天狗走り結構ね、有用な気がしてる。ただ今ね、後列で移動攻撃打てる人がいないんで、龍神の発動確率が、70% かな、下がっちゃってるんですよね。それがちょっと痛い。前衛から中列のディアナ様のチャージ、そしてもう一回前衛の敗者入れて、チャージが打てない。ガーラルのカットインにしとこうか。これも移動技なんでね。さあ、何か来い。来ないか。ハイパーハマ、どんどんひらめく。そうか、敵レベルがめっちゃ高いんだこいつ。ひらめき用にむしろ基本攻撃をやっていくのがいい可能性すらある。弱いしね。おお、喝殺重心章、名前が強そう。エイミング、三聖書、乱れつき、オッケー、倒した。いや、結構ひらめけたんじゃないかな。道場としてかなり良かった。これはまだ最弱、四天王、我ら四天王の中では最弱ってやつなのかな。それともみんなこんな感じ。あー、でもさ、え、本当にさ、俺が殺してしまったのだろうか。乗っ取られてたとはいえ、タイニーフェザーさんが本当にこれで、あ、いなくなっちゃったっぽい。うわ、なんかちょっと罪悪感が。エピックヒーロー、なんかすごそう。え、何もない。マジか。あー、敵が。片手斧、エピックヒーロー、過去から来た英雄たちの魂が宿ると言われている旋風、精神がアップ。あー、旋風っていうことはシルバーさんじゃなくて、
シルバーさんでいいのか。シルバーさんの、フランシスカが今攻撃30。でもさ、強化してるフランシスカよりさ強いなんてことがある、あるな、マジか。俺頑張ってフランシスカさ作ったんだけど、共同補正はプラ4と、あ、プラマイ0か。確かに確かに、強度補正が4あるフランシスカプラ3の方がだいぶいいね。 LP 消費武器ですしね。精神はいくつ上がるんだ。9っていうことはプラ6か。いや、誤差だな。となるとやっぱりフランシスカ。ただな、なんか固有技とかあるかもしれないから一旦装備。あ、え、これさ呼び寄せるんじゃないの、タイニーフェザー。いや、タイニーフェザーじゃん、なんだっけ、ブラックタイニーフェザー、あれを。え、そうだよね。だってさ、四天王ってさ、なんだっけ、なんかほらほらほら、もらった武器でさ呼び出せるじゃん。つまりエピックヒーロー。むしろさ、エピックヒーローってさ、あれでしょ、英雄ってことでしょ。エピックでヒーローだからすげえ英雄ってことでしょ。え、ミルザ来るんじゃない、ワンチャンミルザ来るんじゃない、これ。さあ、アディリス様も、アディリス様だけさ無事とかさ、そんなわけないよね。頭いっぱいあるから1個だけしか乗っ取られないとか。さあ、よくやってくれた。やっぱりか。アディリスは我が手に落ちた。我が手っていうのはさ、お前には礼を、サルーインなのかな。誰なんだろうね、我が手って言ってる我がっていうのは。え、なんか弱そう、金アナゴになったけど。え、弱そう。敗者剣な、めっちゃ強いんだけど LP 消費するっていうのがかなり。うおー、キル率 ABCDEF、 もしかしてこれ全部攻撃してくんの、マジで言ってるこれ。え、でもターゲット選べない。あ、そうか、これ敗者剣って全体技だったんだ。え、全体技であの威力あんの、やばくないこれ。移動技のチャージをキルリスに続け、全体技打ちたいな。全体技を打つことを考えると、ディアナ様までチャージ移動技して連携を狙いつつ、でこっからだな、こっからは炎のロット、間違えた、三角だな、三角で、火の鳥にして、あー、パト様火の鳥、くっそ、合成火の鳥じゃねー、しまったなぁ。合成火の鳥にしてくればよかった。合成生命ハトだ、これは痛い。いやー、でも素の火の鳥でも結構強いよね。素火鳥を打ってスネークバイト、さすがガラハド鉄壁。ただこれだけ行動するからマジでやばいかな。あ、ガラハドゼロダメージ、ガラハドすげえ、髪の毛の代わりに得たものがでかい。ブレス、ブレス、ガラハド狙われてる。え、中レスなのに、すげえいい。そして剣がかっこいい、なんか剣長。さあ、そしてこっちのターン、お、いいね、狙った通り。やっぱね、移動技は強撃陣も出るし、白馬陣も出るし、竜陣も出る。さあ、超強い。そしてこの火の鳥は強い、1300。そして合成じゃないけど火の鳥、周りの雑魚倒したいから敗者剣もう一回打ち、うわー、武器の EP がどんどん減っていく。ガラードもうね、移動技打てないから。あー、でもワンチャンカットインやんのか。カットインで強撃陣発動すればさっきの全体技の威力が、補正かかって強くなるから、ここ移動技入れ、ディアナ様、シルバー、ディアナ様で、あー、くそ、全体技がないんだよな。せっかく弓持ってんのに、ちょっとひらめこう、今からひらめこう、ちょっと早打ちでひらめくから、今から、いろいろアローレインとかで、シルバーさんで火の鳥、そしてパト様、くっそ、 BP が足りない、貯めてくか、いや回復を入れるか。さあ、これで、うわー、ほんとガラハドすごい、マジでガラハドに助けられている。ブレス大丈夫だな、大丈夫だな、このブレスはほんとガラハドが耐えてくれてるから、これだけ数がいても崩されることがない。よかっ
ター鍛えてきててよかった。ほんとガラハド狙われるし、お前ほんと中列なんだろうな。最前列にいる気がする。ハイシャイン、いいね連携。あーでも周り落ちないのか。え、本体落とさない限り周り落ちないとかあんのかな。結構ダメージ与えてるぜ、周りの雑魚がこんなに強い。ちょっと BP を貯めて、このターンで崩れなければ。あー危ねえ、グレー赤点滅、なんとか耐えて。あーそうか、ガラハドさん一応ドリュー劇、モグラ劇だっけ、モグラ劇が全体攻撃打っとくかも。そして6、演武剣でいいか。演武剣も全体攻撃だから、火の鳥ちょっと BP 足りないんで演武剣でごまかして、でこっからは、ディアナさんも回復に回ろう。スネークバイト OK。 あー毒か、演武剣マジで周りが強い。うっそうっそ、タイニーフェザーさそんな強くなかったぜ。いやこっちもこいつ、アーティリス様卑怯じゃない。ちょっと敵の数多すぎる。まあなんとかなんとか、敵の火力が低いから助かっているが、うわぁ何の意味もない。ドリュー劇何の意味もない。あれか、敵が土属性だからか。うん、強そう、やばっ。やめてくれやめてくれ、今シルバーさん狙うと死ぬ。やばい、グレーも毒になった。待って待って、わー死んだし。この年寄りが相手だ。私を狙ってみろ。オッケー、やった、危ねえ、敗者剣に助けられた。不死者剣か、発射剣だっけ。毒が痛いな。まあでも攻め切ってしまうか。そうだ、エピックヒーローザ・ゲート、異次元への扉を開く。うわ超見たい。あーでも次のボス戦に備えとこうかな、ザ・ゲートは。いやだってあともうちょっとだよね、エピックヒーローの出番は今じゃない気がする。お、いい連携、無速一トーニング横断3で66、衝撃陣。いやーなんかさー、ちょっとかば焼きにしたら食べうなぎとかさ、やっぱそっちの類だよね。アイリス様黒くなったら美味しそうになったな。あーでもやっぱなんか食べたくないわ、気持ち悪い。さあ逆風の場合、いい加減にしろよ。オッケー、倒しましたね。いやー、キルキルギル、え、なんだっけ、キルギルス、キルギス、キルギスかな。よしこれさ、倒した後さ、もう一回戻ってきてみたらなんとかっていうのはちょっと気になるよね。さっきちょっとあのスカープザーもう一回登るのめんどくさかったからやらなかったんですけども、もう一回戻ってきてみましょうか。いや武器がみんな光っとるないや今回武器鍛えてるだけある。さあかなり成長していき、デストロイヤー。お、しかもいいじゃんいいじゃん、入り口まで戻らないからここでもう一回入ると。あーやっぱ多分いないっぽいね。何かイベントがあるわけでもないのかな。あの後ろがさ、もしかして行けるようになってるんじゃないか。これはなんか道みたいのがある気がしないこともない。一応ジャンプ持ってるが、
あ、いけない。あ、これ以上いけないんだ。うわー、本当に四天王倒しちゃったから、もう会えないんだ。ザ・ゲートがあるって。ザ・ゲートがあるな、ザ・ゲートがあって、今回手に入れたのは、デストロイヤー。触れたもの全てを破壊せずにはいられない、神か悪魔の力を秘めた両手斧。両手斧はね、使える人がいない。まあ、一応グレーに持たしておくか。一応グレーは今 BP がすごい高いので、多分デストロイヤーね、両手スキルゼロでも割と撃てるんじゃないのかな。なんだろう、ザゲートじゃなくて今度は。あれか、3本集めて、で、その必殺技を3連携して最後の4体目倒すっていうのやろうか。さあ、そして水流は一体どうなっているのか。なんだこれは、スカルっぽい。うわ、ネバネバしてる口が。歯磨いた方がいいぞ。あれか、モンスターを倒せの依頼を放置していた。餌が少ないって言ってたから、餌食べられなくて餓死して、そして弱ったところを何かに乗っ取られた。そういうことか。死体を乗っ取ったとするとさ、デスに乗っ取られてる可能性ある。サルインじゃなくて。あー、でもさ、水流さ、今こっちの方がいいよ。お前こっちの方がかっこよくなった。なんかさ、水流ってさ、ちょっとダサかったじゃん。こっちの方がいいんじゃないの。ということで、まあ、デストロイヤーは何を撃てるかっていうと、フェイタルエクリプス13、試食が全ての敵を包み込む。うわー、楽しみ。これ最後いっぺんに撃とうぜ。しかしな、今のね、職業ね、微妙なんだよ。これ連携が、移動技多いじゃん刀って。移動技多くてグレーから移動技続けたいんですけど、なかなかね、いい移動技持ってる人たちがいないんですよね。そこがね、ほんと痛い。フライバイとか打ちたいんだけど、移動技で連携を狙っていくとヤシャオーダーになって、で、ディアナ様とか、このね、BP 回復少ないから、チャージが打てない。そしてチャージがね、そこまで強いわけじゃないっていうね。あー、職業選択ミスったな。ちょっと3周目、4周目はさ、そういう連携とかも考えた職業選択にした方がいいのかもしれない。おー、ナイスシールド。これそんな強くないんじゃないのかな ?1 体しかいないし。さっきのアディリス様が結構強かった。白馬人、いいね。やっぱ移動技はいいよ、本当に。連携が発動する。かっこいい。白馬人いいよな、美しい、これが。さあ、3000以上与えて、さらに連携。チャー波動。あ、でも名前見てなかった。濁流。あ、後ろ濁ってますね、そういえば。もっと綺麗な滝だった気がする。濁流になりました。他の人を考えると、非移動技の連携を狙いたいから、劉備返しとかから、シルバーさんのフライバイ、そしてガラハードで、せっかく覚えたエイミングとか、ちょっとね、この辺は適当に、入れておきましょうか。弾き打ちとか入れて、OK! ライトウェーブ。あ、なんかやばそう。あ、なんかやばそう。え？何も起きなかった。は？怖い、逆に怖い。何が起こったの？別にシールドが貼られているわけでもない。なんか敵がさ、もやもやしてる。あれ元からだっけ？腐ってるから？臭いのかな？うーわ、怖いけどさ、敵そんな攻めてこないから、もうこっちからどんどん行くしかないよね。アクアスパンキー。大丈夫だ。え？最弱説ある。あの水流様が、気高き水流様が、まさかタイニーセザーより弱い。タイダルビード、うわー、死んでしまった。そして連携、そうか、周期砲で回数消毒してたから、くっそ。自分回復ってこういう時に弱いんだよな。
アクアスパンキー。いや、こんなとこで負けたりしないよね、さすがに。大丈夫だよね。いや、FF12 と違ってさ、なんか、終盤に強くなったりとか、アグレッサーを構えたみたいのが、おそらくミンサガはないはず。そんなに行動パターン変わらないと思うから。ソリッドヘッド、わー、死んだ。あ、でもいい回復。オッケーオッケーオッケー。崩れはしない。あー、でもなんかさ、敵だんだん強くなってない？気のせいか、これは。リキッドキャノン、ガラハドは耐える。これが謎、これが謎。ライトウェーブ、柔らかな光が濁流を染み込んだ。一体何が起こっている？全くわからん。あ、この読み込みは長い。連携がいい。フライバーいいね。なんか結構つながる気がするし、まあ威力としては強心剣の方が多分強いんだと思うけど、てか強心剣まだ覚えてないんだよね。2発目、3回行動するんだよね今。3発目、4回、ちょっと待って待って待って。は？何やってんだい、しっかりしなよ。もしかしてさ、あのなんとかウェーブはさ、敵の行動回数が1回ずつ増えてる、もしかして。やばいやばい、待って待って、基本攻撃とかやってさ、諦めてる場合じゃなくない？もう4回攻撃してくるよ敵。え？ YouTube でご視聴の皆様、チャンネル登録といいねをお願いいたします。ニコニコ動画でご視聴の皆様、お気に入り登録とブロマガの方でコメレスをしていますので、そちらもご覧ください。